鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている、波小像の銅像。静岡県お前崎市、浜岡砂丘に設置されている、波小像の石像。静岡県浜松市西区、前坂宿松並木公園に設置されている、波小像の石像。波小像は、東都海国一帯に伝わる妖怪。円周七不思議の一つに数えられる。 波小像と表記される場合もある。演習七不思議における波小僧の伝承は以下のようなものである。奈良時代の僧、行基が年老いた母の回遊を祈願して2体の藁人形を作り、田植えをさせた。行基は田植えを終えた藁人形に土胸を聞かせた後、夫婦の災害が起きるときは必ず事前に人々へ知らせるよう言い聞かせて、クルメ木川へ流した。 藁人形のうち一体は海へ流れ着き、漁師が仕掛けておいた網に引っかかる。海から引き上げられた波小僧は漁師に命い用し、助けてくれれば波の音で天気を知らせると約束する。漁師は波小僧を網から解放し、波小僧は海の向こうへ姿を消した。こうして、遠州灘の波の音は雷三里、波地里と呼ばれる地鳴りに似た。 独特の響きを持つようになり、漁師たちは、波の響きが、南東から聞こえれば、雨、逆に南西から聞こえれば、晴れと知ることができるようになった。また、浜松市中区引まには別の伝承が残されている。少年が田植えをしていると、親指台の波小僧が顔を出した。波小僧は、大雨の日に、海から陸に上がって遊んでいたが、ひでり続きで海へ帰れなくなったといい。 気の毒に思った少年は、波小僧を海へ返してやる。その後も日照りのため不作が続き、少年が途方に暮れて海辺に立っていると、波小僧が現れる。波小僧は少年に恩返しをすると言い,い、雨乞いの名人である父親に頼んで雨を降らせると約束する。そして、波の響きが南東から聞こえれば、雨が降る合図だと言い残して、海の向こうへ帰って行き、 それから間もなく南東から波が響いて雨が降りた旗が潤った。それ以後農民は波小僧の知らせで事前に天気を知ることができるようになった。この波小僧の伝説は静岡県女子師範学校の編集による静岡県伝説昔話集で紹介されたことで知られるようになったが同書には類似する以下のような話がある。これらには 水と人形という点が共通しているが、水の妖怪として知られるカッパもまた、労働力として作られた人形がカッパに変じたという伝説があることから、ナミコ像もまたカッパの一種とする説がある。妖怪漫画家、水木しげるの著書の中には、ナミコ像を神様に近いカッパと解説しているものもある。また、民話では海坊主ともされる。民族学者。 千葉徳南寺による論文、多仕事と、河童では、天竜川中竜の山間部に、河童が農作業を手伝ったという伝承や昔話が多い、ことが報告されているが、波小僧もまた、天竜川一帯の伝承として、それらに当てはまるとの見方もある。波小僧の伝承は、旧東と海国一帯で広く親しまれており、浜岡砂丘の入り口と舞坂町にはそれぞれ、 波小僧の像が混流されているほか、J 演習夢先の波小僧味噌や菓子、波の音をはじめ、波小僧をモチーフにした商品や土産物も多数作られている。また、1996年に環境庁が選定した日本の音風景百選に演習灘の海なり箱像として選ばれている。ありがとうございます。